起きれなかったな。4時半は無理でしょ。4時半無理だった。うん、わあ、綺麗。うわ、鏡ではなくな、ないね。風がちょっとあるか。この湖面が波一つないと鏡みたいになって、あの中島がくっきり下に映るんだけど、それは今日は見れなかった。めっちゃ透き通ってる。飲めそうなぐらい綺麗。いいのね。すごいいいの思いついた。頭だけストーブ。わあ。ケンこれいいぞ。ケンの枕も。よし。なんか私の枕さ、うん、足の下にあるんだけど。なんで？なんで？え、なんか寝る前怒ってなかった？枕ないとかっつって、ケンが私の枕使ってた。最高すぎ。うわあ、どうもどうも。ああ。え、雲ないよ、全く、うん、こんな日ある？2泊したいね。うん、いちごミルクとさ、コーヒーどっちがいい？コーヒーかな。とりあえずいちごミルクは食後のデザートどう？そう思う。そうだよね、コーヒー飲もうや、うん、時間がスローなんだけど、うん、良すぎて、うん、今何時？まだ8時だ。デイキャン延長してギリギリまでいる？うん。今日はコーヒーカウンティー福岡県久留米市のコーヒーでございます。久留米市行ってみたいね。久留米に仲いい友達がいるんだよね。うん、行きたいね。行きたいね。
ね。酸っぱい。あ、酸っぱいんだ、うん、そっちも、うん、そちらも。はい。おお、そっち、そっちの方でしょ。すごい人が増えてきて、春キャンプの始まりって感じするね。まだ8時半なのにめっちゃアーリーチェックインなのか、うん、人来てて。もうサバティカルだ。あれにか。え、めっちゃ綺麗だよ。あの日がちょっと滑らかになってきたね。うん、またさっきと違う表情ですね。あ、カモだ、大きい。カモ寒くないのか。長島公園のカモもこっち来ればいいのにね。あれ、去年さ、風強くてさ、中島公園に行けばいいのにね。今日みたいな日はね、虫だ。え、キモ。いや、ちょっとフニにつく。フニ避けて、フニ避けて。うわ、ちょっと虫が、虫が出てきた。カモのさ、うん、子供生まれるね、もうちょっとで。ああ、カモの産卵時期。え、ちっちゃいの、あ、子供じゃないの。もう生まれたんじゃ。え、嘘。ね、ちっちゃくない？子供な感じがするけどね。早く生まれたんだ。今日は何ですか？今日は親子丼です。いいね。親子丼って美味しいよね。なんかでも久々かも。家ではあんまやんないか。うん、なんか定食屋さんとか行って、うん、たまに頼むみたいな。定食屋ってかっこよく言ったけどさ、うん、中尾でしょ。そう、中尾とか親子丼は中尾か。中尾だ、ね、中尾、中尾。相変わらず風が強い。結構薄めに行った方がいいね。シャキシャキさせたい？いや、薄めがいい。薄めがいい。もも肉買いたかったんだけどさ、うん、手羽トロ、うん、ってやつしかなくて、うん、まあでも安かったからいいんだけど、うん、肩肉。そう、三つ葉。いいね。でかいか。いいんじゃない。いい。こちらはね、スープ用です。プースーまであるんですか。プースーまであります。見て。え、セーフ。いや、パクんないで、私の持ちネタ。なんと今日は卵スープまでついてくるそうです。そうそうそう、鶏ガラスープの素少々、オイスターソース小さじ1、酒小さじ1。入ってない。これね、いいよね。いいよね、とろみ上手、ね、卵1個で、ネギも入れます。で、胡椒たっぷり。え、ごま油とかちょっと入れてみる。いい、ね、風味付けに。久々のニトリ先生ですね、うん、4年選手。まだまだ現役です。めちゃくちゃうまそう。やば、おいしそう。醤油、酒、みりん入れてくよ。醤油、酒、みりん、水も
めちゃくちゃうまい、うますぎ、え、天才だ。みんなしょっぱい、ま、しょっぱい、甘くない、水入れる、大丈夫、卵入れたらちょうどいいと思う。そうだよね、うん、これ一番大事ね、うん、クライマックス、卵入れます、はい、卵入れて蓋して、はい、30秒ぐらいじゃーん、うわうまそう、これ半熟でしょ、半熟派、はいはいはい、さっき炊いたご飯こちら、あー いい感じ、ね、うん、ここに乗せます、こんな感じ、うわえ、うわ、さすがニトリ先生、スルッといけると思う、いくよ、うわ、待って待って、神、天才、え、待って神、シンデレラミッド、シンデレラミッドすげえ、ニトリすげえ、これに最後三つ葉、はい、三つ葉なんかしょぼい、なんか三つ葉しなびてる、しなびてるね、こんな感じでどうでしょうか、大して、俺の親子丼。風が強くてテントの中に戻ってきました、ウニだけ外に置いてけぼりだ日向ぼっこしてる、うわめっちゃ美味しそう、ケータ取ってやるんあー蜜葉いい匂いだね、香りしょ、完璧じゃない、マジうまそうなんだけど前回さ、お、梅雨だく、前回さ、あの100均の鍋買ってやったじゃん、こういうやつ、うん、はい、めっちゃ焦げたんだよね、うん、超くっついたよね、ニトリすげえ、はいよ、あっちのみこ、はいよ、こんな感じ、スープもいるしょ、スープこっちでもいい、え、待って、うまそうじゃん、めっちゃ美味しそう、めちゃくちゃうまそうじゃん、こんな感じ、うまそうじゃん、うん、うん、ちょ飲んでいい、いいよ、いただきます、ケン、ありがとう、うん、え、なんか中国の本店のスープ何それ中国の本店のスープ、待ってケン、やばい、マジで、え、多分感動すると思う、自分でプロ、めっちゃ美味しい、とろみがね、ついてるからちょっとめちゃくちゃ美味しい、美味しい、多分親子丼より美味しいと思うメインは親子丼なんですけどね、え、それに親子丼食べてみてよ、え、これ毎日毎日飲みたいぐらい美味しい、いいんですか先に、うん、いただきます、うわ、どうでしょう、ね、うまい、100点、100点、けど口の横に卵ついてる、うまい、あったかい、まだめっちゃおいしい、いやめっちゃお腹空いてたよな、うまくできたか、マジで美味しい、やばいと思う、いや、ニトリのおかげだわ、やば、いただきます、あうまいね、めちゃくちゃ優しい味、そのままこれ飲んだ方がいいよ、うん、その勢いで、うわ、うめえ、親子丼超うまい、うん、やばくない、え、てか見た目も完璧じゃない、うん、卵がなんかゴージャス、うん、いや、ほんとに色気ある卵だよね、うん、なんかこんな感じ、色気ありません、この卵、断蜜、断蜜卵、え、待って、これも濃くなくてさ、ちょうどいいね、めっちゃ美味しい、うまあ。最高の朝です、あー、うん、あー、高くなった、体すごいね、大丈夫、なんか大きいの来てると思う、怖い、なんか奥の方からね、うん、あー、え、ケイトって昔から中尾とか行ってた、え、じゃあデビューしたの最近ってこと、社会人ぐらい、社会人になってすぐ、うん、
なんか友達とディズニーランド行って、ディズニーランド出てお腹空いて中尾入ったのが初中尾だった。ディズニー行ってディズニーのもの食べずに中尾食べた。大学生ってお金ないじゃん、うん、あるか。あ、私はなくて、うん、ディズニーの食べ物高いから、うん、出てから食べたのかも。潮見駅だったかな、潮見駅の中尾。私の母さんあんまさ、吉野家とかさ、松屋とか中尾とか行く習慣ないから、ないね、うんうん、なんかあるよね、家族ってか家ごとにさ、うん、偏りない、その外食行きがちなところみたいな。いや、めちゃくちゃあると思う。うちの親は、あ、でもうちの親も行ってないかも。定食を食べるってなったら、なんか蕎麦屋とか、あ、はい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 、で食べてたかも。うちの家族、定食を食べに行く習慣がなかったかもしれない。もう、回転寿司か。え、蕎麦は食べるよね。あ、蕎麦は行ってたけど、ね、うん、親子丼とか、生姜焼きとか。親子丼セットにしてるな、いつも。私の母してるね。この間3人で蕎麦行った時もさ、うん、私とケイマさ、うん、ただの鴨蕎麦みたいな一品、単品なのにさ、私のお母さん必ず子丼ぶりセットにしてさ、うん、誰よりも食べてるよね。食欲すごいね。怒られるよ。今の言い方は怒られると思う。なんか小さい頃さ、週に1回は外食に行こうっていうルールがあったんだよ。うちの親がなんか食を楽しむじゃないけど、なんか家で自炊毎日やっててもなんか、まあ、うん、楽しみがないみたいな考え方で、なんか金曜か土曜の夜は大体外食だった。最高じゃない。そう、焼肉か中華か、あ、とんでんとか、とんでん暖流とか、あ、暖流ファミリーレストランみたいな、中華のファミリーレストラン、あそこめっちゃ行った。あと家の近く歩いて行ける焼肉屋さん、そこのロースがうまかったんだよな。え、そこ私行ったことないよね。ない、うん、え、それ小学生とかの話でしょ。小学生、そんなルールなかったな。でも外食あった、あんまり。なんか、いや、行ってたと思うけど、そのどれぐらいの頻度とか覚えてないかも。毎週は行ってないだろうな、うん、あとラーメン屋さんとかも結構行ってたな。あー、うん、ラーメン食べに。ほぼ行ったことないかも。行ってない。お母さんとあの小学校中学校でラーメンって。え、信玄行ってなかったの。行ってない。私、高校生とかになってから友達と行き始めたから。あ、そうなんだ、あ、じゃあ何、お母さんもそれが影響してみたいな。そうそうそう。あ、そうなんだ。なんかかといって親にどこも連れてってもらってなかったとかじゃなくて、うん、どっちかというとなんか土日は遊園地とか動物園とかにめちゃくちゃ行くみたいな、うん、毎週のように出かけてて。へー、何食べてたんだろう。でも現地で食べたんじゃん。で帰ってくるみたいな、うん、三井グリランドとか、うん、やばい、もう多分年パス買った方が良かったぐらい言ってた。ちょっと歌ってみて。三井グリーンランド。ちょっとカッコつけた今。なんかなんかちょっとこういう感じで歌ってなかったよ。いや、音程むずいのよあれ。女性が歌ってる曲だからね、あれ。三井グリーンラン、あ、外れたわ。やって。三井グリーンランド。静かし。え、しかも完璧だったよね。うん、コーラスっぽかった。そうでしょ。意識したのよ。寄せてたね。声でか。I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend.はい、お疲れ。あ、お疲れ。じゃっけん、売店のアイスでも見てみる。アイス食べたいね、うん、片付けすら気持ちいいもんな、うん、最高の運動だ。おい、さよなら、またすぐな。食べてない。
べてないね。あ、ピザあるんだ。去年何か頼んだよね。頼んでないような気がするね。狙われてますね、これ完全に。来てる。カスカス系だ。そう。カスカス系。カスカス系。カスカス系。バニラだけど、うん、カスカス系。結構なカスカス。バニラだけどカスカス系なんですね。へー。バリ。バリ。バリカス。うまくない？バリカス。ね。でも美味しくない？めっちゃ美味しい。バニラ。鼻に抜けるけど。バニラはバニラじゃない。牛乳？け？まあ、牛乳は入ってるけど。え、結構好きかも。ちょっと甘み強いけど、でも山中牧場っぽいと思う。うん。そうだね、ちょっと甘いかも。美味しい、めっちゃ。うまい。うん。あ、うまっ。店員それも飲んだよ。380円。うまっ。しかもここビールの中ジョッキそのままサイトに持っていける。マジ？そういうキャンプ場増えてるのね、結構ね。いや夏来るしかないな。それも飲んでみて。ちゃんと落としたコーヒーだって。うん、おー、うまい。あ、けん、やばい、あいさー。最悪。車の中でアイス食べるの一番やだよね。うわ、フリフリ。そろそろ掃除しないとな、お前も。うん。フリフリ帰ります。横にあるカフェが結構いい感じで、カフェとかついてるキャンプ場好き。好き。いや、ピザ食べたかったね。いや、パスタ食べたかった。あ、パスタもいいね。でもちょっと時間がないので帰ります。朝とかに食べればいいのかな。何時からやってんだろうね。うん、なんか夜はね、やっぱりやりたいしね。うん、こっちで考えてきたものね。また来ます、東横は。はい、いや、宝田最高だわ。うん、本当にいい。みんな楽しめたみたいだ、今日は。まんべんなく。うん、みんな、うん、全員すごい、全員充実してたみたい。来週は、来週も水見キャンプです、うん、その次もう予約してるし、なんかもうすごい、うちら全部予約してるね。そうだね、ちょっと張り切りモード。うん、楽しんでいきますよ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。まだ根に持ってんの？まだ怒ってるんだ、ケンに。まだ怒ってんだ。なんでだっけ。なんか昨日寒いって言ってたのに。あ、そうだそうだ、布団かけてくれなかったから。